こんにちは、学研プライムゼミの竹岡です。今日はね、リスニングの苦手な子の話をしようと思います。大事なことはですね、自分の発音を矯正しなければ聞き取れないのね。でその時に名詞、動詞、形容詞、副詞は聞き取れるのは強いからね。であと B 動詞とか動詞でも have とか弱いよね。それとね、この時に例えばand じゃなくてもうほぼ母音は消えるからね。 and でしょ。でこれは a だから、まず母音は省こうね。で日本人どうしてもね、母音を入れてしまうんだけど、an and で it じゃなくて a、 もうだから a、 もうここはねちょっと言ったつもりなんだよね。すると Annie hurts, Annie hurts, Annie hurts、Annie has a small garden. Annie has a small garden. お、言ってないんちゃうと思うわけね。そうじゃなくて、ちゃんとこれは言ってるわけね。で、こういうのをその全部あとリエゾンと言ってくっつくから、その辺をね、ちゃんとその通り発音する訓練。あるいは、もう多くの生徒を見てきたけども、この発音ができてる子って少ないよね。もうみんなクリアリーって言ってね、クだから、ここはクって言ってしまうと母音が入ってしまうから、クリアリー、ほんときつくね、クリアリー、クリアリー、クリアリーって言って、ちょっとこうクッと思ったんだね。そういう音をちゃんとね、出す訓練だと思うんだ。今やったらね、ネットなんかでも自分の発音と正しい発音との比較ができるようなね、多分サイトとかもあると思うので、とりあえず自分の発音をね、その名詞、動詞、形容詞、副詞が弱くて母音を省くというようなことをちゃんとやっていかないと伸びない。だからリスニングっていうのはただ単に聞けばいいんじゃなくて、その発音できればいい。だからだいたいね、その子がだから英語ができるかどうかっていうのはリスニングをさせれば分かるわけ。リスニングをさせればだいたいその子がどの程度話せるかが分かるわけだね。そこで今日言ったことを頭に置いてね、しっかりリスニングの方の訓練をしてほしいと思います。はい、ではこれ苦手克服法です。